はい、雨です。前回ハクビシンイタチかあの後調べて、ちょっとなんか臭いのはイタチらしくてんで、結構ちっちゃい穴なんですね。 3,4 センチぐらいの穴のとこ、天井開いてて、で多分それで入りできるのイタチかもしれないですけど、まあ分かんないですけど、で多分こういう雨の日とかに結構やつが来ると思うんで、で今日ちょっとホームセンターで買ってきました。この網ですね。なんかアラームとか警戒音とか、なんか電磁波とかいろいろ、多分なんかこういう害獣系のものあると思うんですけど、結局なんか決定打ではないと思うんで、まあ、捕まえちゃった方が早いのかなと思って、このカゴとりあえず買いました。でこれにちょっとバナナ買ってきたんで、これセットしてちょっと様子見てみたいと思います。はいはい、アニマルキャッチャーっていうカゴになるんですけども、なんかサイズがいろいろあって、ネズミからイノシシぐらいまでの大きさのカゴのサイズがあって、まあ、それぞれ選べるみたいです。これはイタチ捕獲用とか、上から2番目の大きさのカゴになりますね。で、ここから入って、今ちょっと葉っぱ仮でセットしてるんですけど、葉っぱのところのやつを取って捕まえるっていうものになりますね。で、構造はシンプルですね。で、葉っぱを取ると、餌を取るとここの留め金がついてて、ここの入り口の留め金をここで押さえてる形ですね。で外れると入り口が閉まるっていう構造になりますね。でやってみますね。餌を取る獲物が餌を取ろうとすると、留め金が手前に行って、バネがついてる入り口を閉じる。これでもう入り口はびくともしません。ここに鉄の棒があって、これで入り口を固定してます。なのでここは鉄の棒があるためにこれしか開きません。入り口と一緒に棒も落ちちゃうので、ロックがかかるっていう構造になってますね。入り口上げるときはこの棒を上に引き上げてやると簡単に開きます。で裏にも餌をセットする用のちっちゃい網かごがあります。ここのなんていうんですかね、ネジを回してやって、こう開くとこういう風に簡単に開閉しますね。でそこで餌をセットできるという形です。美味しそうな葉っぱです。まあ、入り口側からだと餌セットしにくいから、こっちからセットしやすいようにという構造だと思います。でここにも何かついてます。ちょっとわかんないんですけど、多分もしかしたらこの餌の位置とかを調整できるものになってるのかもしれないですね。よく見るとなんか段差があって、もしかしたらその餌の高さとかも調整できるようになってるみたいですね。セットするときはこんな風にセットしていきます。これでも動かないですね。で持ち運びしやすいように手前と奥にこういう取っ手がついてますね。じゃあ一回試しに実験してみましょう。ハクビシンがこう入ってきます。お、餌を見つけて中に入る。で餌を見つけて食べた瞬間にドアが開きます。これで捕獲完了です。これでハクビシンも一網打尽でしょう。はい、とりあえずこんな感じで
セットしました。でこの真上もう完全にあのハクビシンの糞で開いてるんで、でここのネズミ駆除剤もなんかここに置いてるだけで食い荒らされちゃうんで、まあ来ないことはないと思うんで、でここだと持ち運びやすいんで、天井裏だと狭くてなんかちょっと大変なんで、とりあえずここに置いてみたいと思います。でちょっと今から役所行くんで、はい、ここは空き家になるのでちょっと様子見てみたいです。はい、以上です。はい、おはようございます。とりあえず今8時ですね。で昨日お昼過ぎに仕掛けてどうなったかちょっと見てみたいと思います。はい、なんか昨日カタカタ落としたような気がするんだよね。誰もいないです。はい。